はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は8月30日、9月1日アップデート情報をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、20時ぐらいですね、ディスコードが更新されましたので、早速見ていきましょう。今回は1日の分もアップデート情報を含むというところで、ちょっとね、量が多くなってます。まずは、栄華銀月、紅翡翠限定交換、一朝一夕、少女の出会い、累計消費、神女の宝物かな、で、星の羅針盤と、で、週のギフト、少女の成長、少女書斎までが30日のアップデート、明日来るやつですね。で、こっから9月1日分、願い返し、スーパーギフトパックと、これがね、緑、なんて読むんだろうね、緑絆霊みたいなね、やつなんですが、これ新しい軍霊かなと思うので、しかも30日間、ログインボーナスに、近いというか、課金するログインボーナスみたいな感じなのかなと思ってます。あと、副賞ですね。8月30日、明日来るのが新しい CMR、毘沙門天ですね。そして、再販の分は1日になりますが、私有ということになってます。1日再販は私有ですね。ということで、早速ですね。詳しく見ていこうかなと思うんですが、やっぱりこの緑絆霊みたいなね、新しいのも追加されますし、ただ本当に課金要素っぽいんで、課金できる方はというところになってくるのかなと思います。はい、ということで、早速ですね、詳しく見ていきましょう。こちら消しまして、まずはこれは9月1日の分なので30日からいきましょう。まず、栄華銀月というところで、ユーモー精進ですかね、が来ますよと、パック来ますよと。で、紅翡翠限定交換ですね。今回特別に交換ができる本体副賞のラインナップですね。ログインボーナスで来た子たちかなというところですね。なので、新しく始めた方とかね、持ってない過去の、ね、ログインボーナスは今こうやって、紅翡翠とかでしか手に入らないので、そこで手に入れていく形になるのかなと思います。この3人ラインナップされてるっぽいですね。そして一朝一夕、今回も 40-80% なのかなと思います。最近ちょっと来てないですよね、必ず大吉ね。なので、ちょっと今回も 40-80% の確率で、出るボーナスになるのかなと思います。そして少女の出会い、累計消費来ますね。こちら少女の返礼とか、ときめきメモリーズ欲しい方はっていうところになります。そして神女の宝物、宝物ですね、が来ますよと。でキャンペーン内のパックで5手古銭を獲得し、9点原料にレアなアイテムと取り替えてもらいましょうというイベントになってます。MR 副賞とかね、少女の返礼とか手に入りますよというところですかね。そして星の羅針盤、これはね、ありがたいですね。で今回の青岩 UR 1000ガチャでは以下の副賞が登場ということで、長領加藤清正、佐々木小次郎、茨城道治、楊丹和とかがね、来ますよというところですね。そして週のギフト、月落ち勝負となってますが、こちら毎回言うように、火曜日のアップデートのものからですね、パックは買っていった方がいいかなと思います。こっちの方がね、値段安いですし、しかも内容もね、いいものが揃ってるよというところになります。そして少女の成長ですね、毘沙門天が来るので、少女の成長来ます。で覚醒とかね、専属武器とかある程度上げるとですね、素材が一定数返ってくるので、これ活用してほしいなというところですかね、毘沙門天取る方は。そして少女書斎ですね、こちらも毘沙門天取る方はぜひ、勝手に活用されるんですけど、活用してほしいなというところですね。使わない方も願い返しがね、1日に来ますので、そこで最低3万分は使用するので、そこで、ちょっとは返ってくるという形ですかね。で初回チャージ2倍得点のリセットということで、2倍のね、チャージするときに2倍になる、最初のチャージかな、月の最初のチャージの時に2倍になるやつが復活しますよというところです。で神の助けということで、こちらが毘沙門天ですね。もう内容はお盆イベントの時に見れたと思うので、内容というか性能ですね、なので、性能はもう皆さんほぼ知ってるのかなというところ、僕も動画上げましたし、他の
解説税も上げていると思いますので、まあ性能は皆さん知ってるかなと、まあ分からないのは専属武器の内容ぐらいかなとは思います。まあ専属武器のステータスが何についてるかっていうところだけが不明だったのかな。まああとは分かると思いますので、まあ今回説明するのは新しい特殊バフだけにしとこうかなと。まあこれに関してもですね、特殊バフももう皆さん知ってる、内容も見れていたので知ってるかなとは思いますが、多門島ですね、特殊バフの多門島が、まあ、今回新しく来ますよというところで、戻っちゃいましたね、多門島がビシャモンテンが持ってる新しい特殊バフになりますよというところで、まあ、結構バフの数も増えてきましたね。こちら、まず非命中時なので反撃を除く、まあ、攻撃された時ですね、非ダメージが自身 HP 上限 5% 以上の場合が、以上というか 5% より大きい場合ですね、以上ではなく大きい場合、全ターンを消費し残り HP 最低の敵4名に自身筋力値 ×20 から50のダメージを与えると、まあ、ダメージ与える系ですね。で実際攻撃した人数が少ないほど高い反撃とみなすと。で毎回攻撃前敵に3万罪悪状態4ターン 100% 確率を付与だよと、まあ、3万罪悪を付与する反撃になります。で敵の残り HP が 35% より小さい時で、自身最大攻撃力 ×10 より低い場合ですね、即時撃破、まあ、即時撃破の対象にもなるよというところですね。自身に狂乱状態があると必ず会心、必ず命中ということで、毘沙門天ね、狂乱持ちなので必ず命中しますし必ず会心にもなるよというところの特殊バフ持っております。まあ、あとはもうパッとまとめて性能的に言うと戦場戦役向けかなと。まあもちろん対人でもある程度はしっかり活躍できる内容にはなっておりますので、初心者さんとかね、まあ、初めて副将取るよっていう方でもおすすめの毘沙門天ね、副将かなと思います。で一応大きい画像を出しておきましょう。こちら毘沙門天となっております。でこっちが1日で、再販に来る紫雄ですねが来ますよというところで、まあどっちも武将かなだと思うので、まあ今回は取るとしたら毘沙門天の方がやっぱいいかなと思います。まあ、対人で言うとね、まあ、どっちが強いってなかなかパターンというか性能のね、尖り方が違うので言いにくいですけど、まあやっぱり戦場戦役で活躍できるっていうのはやっぱりちょっと大きいかなと思いますね、毘沙門天の方が、うん、なので、まあ、戦場戦役に困っている方とか、まあ、これから初めての MR 悩んでるよっていう方とかはおすすめかなと思います。まあ、普通に対人でもある程度しっかり戦えますし、戦場戦役でも大活躍間違いなしの副将ですので、やっぱ必中持ってるのはでかいかなとは思いますね。であとはバフ揃えていけば、やっぱり大活躍、ボスのステージとか戦場戦役のねステージガンガン回せるステージ増えていくかなと思いますので、まあ、この辺はおすすめかなとは思います。まあ、がっつり対人強化したいよって方はまだ原本を貯めておいた方がいいかなとは思ったりしますかね。まあ、あとは今来てる豪気、今来てるっていうかもう本当に今日で終わりますが、豪気の連携スキルとかね、その辺目当てで、取った方が対人ではなんか良さそうな気もしますね。ということでここからは1日のアップデート情報に行きましょう。ということで、紫雄が来ますよというのがまず最初の再販で、であとは願い返し来ますよと。でこれ少女書斎と合わせてね、まあ、勝手に活用されますが活用してほしいなと思います。でスーパーギフトパック160円と3800円のが2つ来ますよということですね。もう内容はもう結構前にリニューアルされてかなりいいものになってますので、もし課金ねできるのであれば160円とかね3800円それぞれ応じてね、人に応じて買っていってもらえたらいいかなとは思います。そしてこの新しい、なんて読むのかあれですが、緑絆霊、縁絆霊みたいなものが来ております。でこれが期間中に開放することで、元宝や覚醒炭のほか毘沙門天のスタンプやチャットバブルなどが入手可能ということになっております。なのでまあ軍令みたいな名前なので、まあ長期間1ヶ月間やる軍令みたいな感じですかね。で課金してまたまあ、これどうなんでしょうね、無料報酬とかあるのかな。軍令であれば無料報酬があって課金して豪華な報酬ゲットするみたいな形にはなるんですけど、恒例の書き方だと課金しないとダメなのかなって感じはしますよね。無料報酬なさそうな気もします。で
で、まあ、課金すれば毘沙門天のスタンプとかね、チャットバブルが入手可能なものになっておりますので、まあ、ちょっとその月の月末の副賞に合わせて、やるのかなって感じがしますね、これからね。なので今回は毘沙門天なので、まあ、毘沙門天のスタンプとかチャットバブルになるのかなとは思います。で、期間がね、1日から28日なので、まあ、9月1ヶ月間ですね、ありますよというところに一応なってます。まあ、このあたりはね、まあ、スタンプとチャットバブルだけだと、まあ、もう課金しますよとはなかなか言えないので、まあ、あとは原稿とか覚醒弾がどれだけ入手できるかかなとは思います。個人的にはまあ、1000円だとしたら原稿2000分以上は欲しいかなって感じですね。軍令とか あとは週刊基金とかですよね、まあ、課金額の倍以上の原稿がもらえたりするので、まあ、倍以上もらえるのであれば倍率としてはかなり高いっていうところですね。なので、まあ、原稿がどれだけ返ってくるかっていうところ、あとはお値段ですね。まあ、1000円で収まるのか、もっとかかってしまうのかっていうところにはなってしまいますが、まあ、おまけで毘沙門天のスタンプとかね、まあ、スタンプあればチャットで使えますし、まあ、結構便利ですからね、スタンプね。まあ、LINE とかもそうですけど、スタンプ結構便利なので、まあ、原稿がたくさん返ってくるのであれば、スタンプも欲しいなって感じにはなりますよね。はい、ということで、まあ、9月1日から、まあ、新しいもの、軍令的なものも始まりますし、まあ、毘沙門天も明日来ますし、というところで、まあ、一応、毘沙門天の動画はね、もう過去に作ってあるんですけど、一応、専属武器が、来てもう全ての情報がわかるというところで、改めてね、明日動画作っていこうかなとは思います。はい、ということで、チャンネルの登録、 X のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでー。